はいどうも、今日も楽しく仮想通貨情報を配信していきます。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、まあ、題名にもある通り、またまた未来型予想、将来のビットコインの価格ということでですね、ちょっとお届けしたいと思います。で、私あっちゃんの秘密の部屋で主に仮想通貨投資に関連する情報を配信してます。楽しく資産を増やしていこうということをコンセプトに日々毎日動画を撮っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、まあ、本日ですね、ビットコインが、80万円台を超えてきたということで、6.61% 上昇と。で、他のアルトコインもですね、そこに追従するという形で、上昇しているという内容かなと思います。で、ステラがちょっとね、ぐんと上がったのと、カルダノがですね、4円を超えてきたということで、カルダノ 20% 上昇しましたよねと。15位から一気に躍り出てきた形です。シェリーの導入とかですね、チャールズさんも結構でかいことをちょっと YouTube 越しなのか言ってたようで、カルダノについてはね、どこか別で動画を撮ろうと思ってます。で、テゾス、チェインリンクと、このあたりですね、顕著に、この2020年、新興仮想通貨、顕著に伸びているかなというところかなと思います。ライトコインもですね、結構落ちてきているというところで、相変わらずビットコイン勢が強いということに今ね、なってるかなと思います。で、まずですね、2020年半減期、仮想通貨大予想ということで、200万円超えるといったようなね、方が、結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。200万円ね、超えると。で、これはですね、いろいろな状況も鑑みて、コロナもそうですし、金融緩和、無制限の金融緩和ですね、このあたり、あとインフレ、ハイパーインフレと、そしてですね、原油の下落から、戦争に突入するといったようなね、噂もちらほら出てるかなと思いますけども、やはりですね、この経済は80年のサイクルで回るとね、いうような人が結構ね、多いかなというふうに思うので、このあたりをね、ベースにちょっとね、勉強していければいいんじゃないかなというふうに思っている、毎日、日々考えている中で、やはりですね、このビットコインの存在というのがね、今後非常に注目かなというふうに思います。で、今回ですね、ビットコイン200万円はね、安いというようなテーマと、あと2000万、またはね、1億円、1BTC1 億円の時代ね、こんなのがね、本当に来るのかと、来てほしいというようなね、願いは皆さんお持ちだとは思うんですけども、これに関連してね、ちょっとね、記事を紹介したいと思います。で、まずですね、これのビットコインでね、仮想通貨のビットコイン、3億3300万ドルに向かうとね、いうふうに言ってる人が、いらっしゃいます。これはですね、皆さんもご存知かと思うんですけども、闇サイトですね。闇サイトのシルクロード。皆さんご存知ですかね？シルクロード。闇サイトですね。で、終身刑、死刑にね、もうすでになって、服役中のこのね、ロス・ウェルブヒルト氏。ロス・ウェルブヒルト氏さんがですね、ブログを更新しながら、その3億3000万ドルにビットコインがね、到達すると予想されたというのがあります。この、価格が上がるこの予想の流れはですね、いろいろとね、記事見られてる方いらっしゃるとは思うんですけども、これをね、簡単に予測する、信じるということではなくて、ただですね、こういったね、経済のサイクルとか、今起こってるね、コロナも含めてね、このあたりがどう影響するかというところをね、踏まえて、いろいろね、投資で考えていければいいんじゃないかなというふうに、思っております。で、ビットコインのね、大きな転換期ということで、まずね、大きな第一波として、0.06 ドルぐらいからね、2万ドルまで上がった、この33万、3000倍というやつですね。33万倍というやつですね。で、この流れからして、第2波、第3波といった波がですね、この人の頭の中、予測計算があると言われてて、第3波でね、この3億3000万ドルに達するというふうにね、言ってるようです。で、大体ですね、ビットコインのね、2100万枚今ありますよね。2100万枚循環サプライね、2100万枚の中で、時価総額がね、7兆円すごいですね。7兆円ってすごいな。これなんか GDP の10倍らしいですね。GDP の10倍すごい量だね。これ10倍
まあ、で、まあ、そういったね価格まで行くという流れのようです。まあ、それがですね、まあ、2021年2年3年4年5年と2030年まで、まあ、10年ぐらいありますけども、まあ、どう影響するのかといったところがね非常に注目かなと思います。まあ、私のこのね動画が10年間続いているかどうか分かりませんけども、まあ、ぜひですね、まあ、10年間続けていきたい。でその10年後にですね、まあ、この話がもしかしたら本当のことになっていたら、これはこれでね、まあ、楽しいかなというところでちょっとね今日はお届けしてみました。で、まあ、私自身はね、まあ、ビットコインをね、こう保有していきたい派なので、まあ、少しずつね、まあ、買い増して、下がったら買い増しをねしている部分ではあったりします。まあ、当然ですね、まあ、イーサリアムとかリップルもね注目するべきところで、まあ、このあたりはですね、もう賭け、好きなものに入れていくといったようなところがあるので、皆さんそれぞれ違うかなとは思うんですけども、やはりですね、この経済の波の中でこの80年サイクル、このサイクルにおいてやはりデジタル通貨のね変化、2024年には価格、紙幣も変わるということでね、この波非常に、まあ、重要かなと、転換期かなというふうにまあ思います。まあ、これをですね、まあ、どう捉えるか、どう考えるかっていうのは皆さんそれぞれね、考え次第かなというふうには思うんですけども、やはりですねこの円の価値がまあね、まあ、なくなっていくっていうのはね、まああるのかなというふうに今思っているので、まあ、ここはね非常にちょっとね注目していきたいかなというふうに思っております。はい。まあ、あとはですね、こうビットコイン、イーサリアム、XRP、テザーというふうに上位記載されてますけども、まあ、その中でねどれが生き残ってくるかというところですね。まあ、カルダノもですね、まあ、微妙に日本人がねやはり日本人愛好者が多い中でこう上下を繰り返して いたりはね、するかなというふうには思います。まあ、このねカルタナが5位の時代が懐かしいというところもあったりしますよね。はい。で、まあですね、まあ、この数ある暗号資産の中でどこがね、今後上に上がってくるのかというのはね正直誰にもわからないかなというふうには思うんですけども、まあ、最終的にはですね、まあ、自分の好きなこうコインにね、お金を入れていくというところしかねないのかなというふうには思うので、まあ、リスクもね結構下がったのかな、はい、思います。で、まあ、そもそもねこのコインマーケットキャップというもの自体もね、どうなんだと、いろいろな既得権益がもうすでにね介入しているのかもしれないですし、まあ、正直どうなっていくのかもわからないところはあるとは思うんですけども、すごいな、 EOS も結構下がってきましたね。うん、やはり上位の入れ替えが、まあ、ビットコイン系が入ってくるとねやっぱり上位の入れ替えがどうしても出てきてしまうというところもあるかと思います。まあ、ビットコイン SV もねいろいろ SBI とか、マイニングと半減期を迎えて、まあ、いろいろと取り組んでる企業もあるというのもね、聞きますので、まあ、このあたりがですねいろいろと日々刻々と変わっていくかなという状況かと思います。はい。ということでですね、今日はちょっとねビットコインに関連するお話をしました。まあ、いずれにしてもね80万円タッチおめでとうございますというところはあるんですけども、まあ、早くね100万円を超えて、まあ、安定的にね、上昇していく流れをねぜひねもう一度見てみたいところではあるかなと思います。まあ、当然ね、下がれば買おうかなというふうに思ってますし、まあ、働いたね収入を、まあ、円で稼いだ収入をね、まあ、それを資産に、他の資産にね、他の通貨であったり、まあ、暗号資産もそうですし、まあ、原油も狙いどころかもしれないですしね、まあ、そこをね注目していければいいだけかなというふうに思うので、はい、皆さん自分の資産をね守って2020年から2030年に向けて生き残っていきましょうということでですね、今日はですねちょっとまったりした動画になりましたけども、ビットコインまた破格の金額を提示するやつがいたというところでねちょっとお届けしました。まあ、こういったですねまったり動画も上げていくラフなチャンネルではございますが、皆さんねぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、まあ、資金を増やしながら老後楽しんでいきましょう。はい、それではまた、あっちゃんでした。はい。で、ちょっとねチャンネル終わってしまったんですけども、ちょっと一つだけ最後にお伝えしようと思います。のビットコインね7,500ドル回復と、参加仮想通貨暴落以降初めて半減期の減給数が増加というふうにあります。まあ、これはですね、まあ、どのように見るかはあるんですが、まあ、私はね、結構前向きに好材料なのかなというふうに考えてます。はい。で、まあやはりですねこのコロナの状況から、まあ、不安が
まあ、経済も含めて失業者も、ね、多くなっている中で、やはり、ね、ビットコイン、まあ、一般の人が、ね、こうビットコインに興味を持ち始めているというのはもしかしたら、まあ、あるのかもしれないということですね。まあ、半減期という存在を、ね、少しずつ知っている可能性もあるかなと思います。ビットコイン、ね、1時7700万ドルということですね。で、半減期の言及数が急増ということで、金の言及数は大幅に上回ったというふうに、まあ、あります。ただですね、まあ、こういった、ね、こう一般人の参入によって、まあ、大口が、ね、一気に売り抜けて価格を操作するというのは当然あるので、まあ、そこは、ね、まあ、注意って言っても、ね、注意しきれない部分ではもうありますよねと。まあ、相場の、ね、動きを、ね、見て分析するとかっていうレベルじゃなくて、もういきなり、ね、まあ、ファンダメンタルというか、そういった、ね、まあ、大口が仕掛けられたりすると、まあ、どうしようもない部分では、ね、まあ、あるんですけども、まあ、2020年2021年と、まあ、ビットコインはまだまだ上昇するかなというところで、まあ、一旦、ね、80万円お帰りなさいということで、まあ、ちょっとね、これ最後見ていきたいと、見ていきました。はい。ということで、今度こそ本日は終了です。ありがとうございました。